そういえばゴーストコンテンツですって言わなかった二つとも。そうですね、あれどっちかはでもなんかさらっと言いましたけどまあいいかなと思って。そう、はい、なんか いろいろあった方が多分、ね、まあね、まあ基本的に言っていこうぜっていうことでいいんじゃないですか。ファンキー中村でございます。パウチでございます。ゴーストコンテンツです。チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当にね、うん、ありがたいね。ね、ありがたいですね。うん、機械的な趣味を持ってるでしょ。機械的な、うん、はい、はい、機械的なホビー。え、機械、パソコンいじるとかですか。うん、仮面ライダーのさ、機械じゃない、一つのさ、うん、あ、ね、そうですね、うん、はいはい、そうですね。なんだろう、本当に。いや、なんかもっとあの本当に機械いじりっていうか、あのなんか基盤と基盤つなげてとか専門的なことかなと。僕すごい浅いんで。俺は、うん、機械的なっていうと車バイクになっちゃうんだけど、うんうんうん、でもね、最近はずっとそのご無沙汰してる。以前はあんなにたけり狂って、たけり狂ったんだよたけり狂ってね、はい、週2でやってたからね、サバイバルゲーム。あ、サバイバルゲーム、サバゲーってやつ、ね、サバゲー週2でやるんだ。週2でやってた。あれって山ん中に行くんですか。あ、違う、サバイバル城。サバイバル城ですか。よくからないですけど。嫌な城だな。あのね、ゴーストコンテンツの T シャツができました。これね、できました。今からの時期、こう長袖に合わせるもよし。どうだ、ね、QR コード読み取れるかな、どうかなっていうね。かっこよがっぺよめ。え、で後ろにはみんなで進んでいくんだぞ、本当に大事なものってこうなんだぞっていうメッセージを刻んでおりま す、はい、動画概要欄からパウチューブストアに進んでいただいて、うん、ご購入よろしくお願いいたします。買ってきろ。パウチューブ T シャツ同時発売でございます。よろしくお願いします。抱き合わせで、はい、ぜひお求めください。よっしゃ。あのね、はい、俺が本当にこう好きだった銃ってのがあってね、はい、ステアウォーグっていう剣、これ、うん、まあそれを、まあ、とにかくいろいろとこういじくり回して、うん、で、まあ、スコープなんかだって本物の実銃用のこう スコープをつけたりとかね、して、で、すごい重くなっちゃうのよさ。ものすごい重い。今度一回持ってこようね。なんかの。見たい見たい。うん。うん、次の、次回のライブ配信の時に。ああ、いいですね。持ってこようかな。うんうん。で、そんなことをこうやってたんだよ。うん、で、うちの近くに、ある公園があってね、はい。大きい公園なんだよ。もともと米軍基地があったところで、その米軍基地の、うん、米軍基地っていうのはさ、必ず公園を、こう、併設するんだよな、その敷地の中に。あ、そうなんですね。うん、それでね、その公園の中にちょっとした雑木林がある、うん、ね、うん、その公園っていうのがさ、こう例えばね、こう上からその公園の全体をこう見るとさ、はい、入り口が両側にこう2つあって、うん、ね、こっち側側面に2つあって、うん、そこからこう入っていくと、まあどっちでもね、こう入っていくと周りをこうぐるーっと回るようにこうランニングかなんかできるんで、こうコースがあるわけさ、周遊コースがあるわけさ、うん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 、ね、でもそれはあくまでも公園内の遊歩道だから、うん、ね、あのこうトラックのラインが引いてあるとかそういうんじゃないんだよ、はい、あるわけだ。そこをぐるーっと回って奥の方に行くと、ここに雑木林があるんだ、奥の方に、うんうん、この雑木林で、うん、俺たちもう週に2回ぐらいやってたんですよね。うん、そんな一般の雑木林でやっていいんですか、それ。いやー、ダメではないと思う、おもちゃだからね。ダメではないと思うけど、警察一回来た。あ、来たんですか。来た。へえ。ジョギングしてる人が通報したらしくて、あ、来たんだよ。あ、そしたら、おいおいおいちょっと今 BB 弾売ってるやつら、ちょっとストップストップって言って、10人ぐらいでどうと来たんだよ、お巡りさんたち。あ、そうなんですね。うん、ね、ちょっとジョギングしてる人が一応その110番通報があったので来たけども、うんうん、いやダメなのって聞いた、うん、いやダメじゃない、うんうん、一応そのダメではないけども、うん、好ましくない、うんうんうん、ね、このいくら夜中であっても、
やっぱり歩いてる人なんかもいるかもしれないので、うん、そういう人に万が一ね、万が一ポツンと当たれば痛えなってなるだろうって、うんうんうん、だからとりあえずはちょっと控えた方がいいと思うよって、あ、分かりましたって言って、うんうん、じゃあお疲れ様でした、うん、じゃあね気をつけて怪我ないように、じゃあ帰ってて、うん、よし始めるよって言ってやるんかい、ね、やるやってた、はいはい、そしたら、うん、ある日ね、うん、そこの近くのある公民館で俺のライブをやったわけ、階段ライブをね、はいはい、そしたらその時にこの公園のすぐ脇に高校があるんだよ、うんうんうん、そこの先生っていうのが来てくれたわけ、はい、ね、で休憩時間に、あ、ファンキーさん、いつも YouTube で拝見してます、あ、そうですか、ありがとうございますって言って、どっか地元なんですかって、僕はね実はすぐそこの、高校の教師もしてるんです、うん、ああ公園のところ、ああそうなんです、そうなんですよ、あ、そうですか、じゃあもう本当に地元の地元ですねって、ああそうなんですよね、いや、ところでね、ファンキーさん、実はね、うん、僕会うことがあったらねお聞かせしたいなと思う話が一つあるんですよ、いや大した話じゃないんですよ、うん、ないんだけど、最近ねうちの学校の生徒たちの間で、うん、それ噂になってることがあるんですね、うん、いいですね学校の噂、うん、そう、うん、夜遅くなってね、もう本当に人通りもなくなった頃に、うん、やっぱりそこがもともとその米軍基地だったっていうことも何かその関係があるのかなと僕はちょっと思うんだけども、うん、うちの学校のその校舎のねその窓からほっとこう見ると、うん、東の方向をね見るとあの公園がね一望できるんですよ、そこに週末になると銃を持った軍服を着た連中がね、うん、たくさんこう歩いてるらしいんですよ、うん、おっと、あれ今週末って、なんか週末らしいんですよね、夜中、そう、俺たちですそうですよね、うん、そうですよね、そう、あれおかしいなと思った、うん、それ幽霊でもなんでもない、そうサバゲー好きの集まり、そうそれがなんかそういうなんか、そう、なんか軍人の幽霊が出るっていう、うんうんうん、そんな噂を立ててしまったというね、あ、いいですね、うん、まあそんなことがあったんだけどさ、はい、やっぱりいつもいつも毎回毎回そうでやるわけにいかないわけだよ、で俺たちもいる時は一番ピークで60人ぐらいメンバーがいたので、ほー、そんな大所帯でやるんですね、うん、だからたまにそのよそのチームとの対抗戦をやったりとかするんだけど、うん、俺たちのやってるルールっていうのは、みんなよくやってるフラッグ戦って言ってね、うん、ある一箇所その丘の上にフラッグを立てておいて、はい、そのフラッグを取ったチームの勝ちって、先に取ったチームの勝ちって、でそれまで例えば一発でもパチンとどっかにパチン当たれば、うん、あ、ヒットって言ってそのエリア外に出ていかなくちゃいけない、なります、戦士だから、はあ、ね、はあ、うん、エリア外に出ていかなくちゃいけないんだけど、うん、俺たちの場合はそういうややこしいルールはなくて、うん、とにかく打ちまくるだけ打って、うん、当たって、うん、いてってやつが負けっていうそうなんですね、うん、ざっくりしてる、ね、ざっくりしてるの、じゃあ不死身のやつがたまにいたりする不死身のやつがいたりする面白い、うん、いたんだよ、ゾンビー谷口ってやつがいたんですよ、ね、ゾンビー谷口、そういいですね、そう、撃たれようが何にしようが、うん、弾は尽きてようが突進していくっていうお前もう全然それ趣旨をもう逸脱してるからって面白い、まあ、そんなね、うん、ゾンビーさん見てくれてるかな、だ見てると思う、谷口は生きてますかえ、ゾンビーだから生きてないとか、あ、そうですね、死んでますね、でね、いろんなところでやったんだよ、例の一人なんか栃木の方で、うん、水野晴郎さんって、はい、ね、映画の、うん、亡くなったけどさ、うん、水野晴郎さんがやっぱりそのサバイバルゲームすごいマニアで、あ、そうなんですか、うん、へえ、それで、栃木の方かなんかの山の中にあるハイホテルを丸々1個持ってて、ほう、買ったってことですか、うん、すげえ、でそこを使っていろんなその公式戦なんかもやってたみたいなんだよ、へえ、うん、私たちは行ったことないけどね、すごい、うん、でそんなのがあったりとか、まあ、丸井っていうメーカーが、うん、結構有名なメーカーだから、はい、その丸井主催で公式戦っていうのも例えば富士の、うん、とか裾野の
ところでやったりとか、うん、そんなこともやってたんで、今もやってんのかな、どうなんだろうね。でそんな頃に俺の友達の中の一人が、おいちょっと富士の方行ってやろうじゃねえかって言うから、だってお前そのフィールドお前1日借りて200万とかするんだぞって、違うバカお前その200万誰が払うんだって言うから、そうだろうって、だからなんか無理じゃねえかって言ったら、違うんだよお金のかかんねえとかあんだよお前って、どうよって言ったら、樹海だって言うの。おー、樹海、そうでしょそうでしょお前って、富士の樹海でやるのって言ったの、そうしたらね、その男ってね、もともとその辺出身なんだよ。もともとその西高かなんかのあたり出身の男で、うん、俺ね、その時にね、その彼が言った言葉はね、染みたね。すんごい染みた。お前ね、ちょっと一つだけ俺この際だから言わせてもらいたいことがあるよって。ね。富士の樹海、ね、青木ヶ原樹海、イコール、なんか世間一般的に心霊スポットになってねって。ああ、確かに。ね。自殺の名所とか、心霊スポットになってねって。冗談じゃねえ、正直言うけど。意味迷惑だよって。ね。俺たちは子供の頃からね、あそこで遊んだんだって。ね。もともとはちゃんと遊歩道があって、ね。きちっと散策できるコースを作ったり、で、その地元の有志が集まってね、月に何回かそのゴミを拾ったりとか、ね。そういう活動もやってるんだよって。どうよ、お前。自分の地元がな、自分が子供の頃遊んだところが、自殺の名所だってお前言われたらどんな気もするよお前って、うんうん、ね、正直言うけどよそで死んでくれって俺は言いてえよなって。あ、なるほど、ね、うん、そんなやつはね涙ぐんでた、なんかそんなこと言いながらね、悔しさもあるんでしょうね、うん、だけども悲しいことにやっぱりそういうその自殺者が年のうちにね、もう何十人も出る、下手すれば100のくらいにも届くほどだっていうのは事実だから、うんうん、だから俺もその地元の、うん、ね、人間としてそんな奥まで行ってね、分かるんだよって、俺たちは大体がこっから向こうのあの辺りだな、その人が死ぬとしたら、うん、あの辺りだなって分かってるから、うん、だからそこまで行かない、その手前であるとかまた別のフィールドを使ってね、うん、同じその樹海だからやろうよそこでって、そのアップダウンもあるし、もともと溶岩だからね下がね、そうそう、だからそのちょっとこう隠れる穴があったりとか、いいじゃねってやろうよってことになって、そこ行くことになったわけなんだけど、はい、でもさ、うん、奴が一年中ずっとこう見てるわけじゃないじゃんね、そのフィールドをね、だからいつどこで何が起こったかなんてのは正直な話、その本人だって詳しくは分かんないわけだよ、うん、だけど一応自分の地元の仲間に確認して、今度ここでこういうのをやりたいんだけども、何も最近事件ないよなって、あ、ないないないっていうのを確認した上でやってるから、うん、俺たちも安心してるところがあったわけだ。あ、大事ですね、うん、うん、そんな時にね、うちらのそのチームの中の一人に、俺が今住んでる家から、うん、車でそんなに車で行かなくて歩いて行ける距離に住んでるある一人の男がいたわけさ、うんうん、でね、こいつと一緒に向かってったんだよ、その時代の車でね、うん、始めたさ、はい、それ始めるときに、じゃあそれぞれこう色分けをしようと、うん、ねって言って、こう LED のさ、こんなこうちっちゃいこうランプがな、マーカーがあるんだよ、うんうん、ね、黄色チームと赤チームに分けて、はい、でそのなんつったらいいのかな、最初はもうみんなそれぞれにこうつけてやろうって言ったんだけど、うん、いざつけて入ってみたら目立ちすぎんだよ、分かっちゃうわけ、的が、それは森が暗いから、そうそうそう、はあはあ、うん、だからダメだダメだダメだって言って、うん、じゃあこうしようと、自分がパチンと当たってヒットってなった時に、うん、ヒットしましたって言っても姿が見えないから、うん、ヒットして要はその戦死した人間はマーカーをつけて、あ、なるほど、ね、そのフィールドから出る、はい、だからその狙ってる連中だって、 あいつマーカーついてるなと思えば狙わないから、うん、ね、だからそういうふうにしようよってことになったわけだよ、はい、で俺たちのチームが何十人かいたよ、うん、そしたら、じゃあそのチームの区別はどうやってつけたんですか、マーカーがダメになった、あのね、真ん中のところに一本こう、はい、何歳にかこう林道があるんだよ、はい、林道を挟んで、うん、こう西と東に分かれたわけ、だからもうだってさ、要はこっちからだこう見るじゃない、こう暗視スコープなんかつけてるやついるから、はい、こうスコープこう覗いた通りに、うん、こっち向いてるやついるから、
なるほどなるほど。そうでしょ。確かにそうですね。うん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 、だからそういう国にしてもさ、あまりざっくりだけどさ、うん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 、格好は同じだからほとんどみんなね。うん、そうですよね。うんうん、と始めたわけだ。はい。で、俺たちはインカムつけてた。うん、ね。そのインカムにビビッビビッってなったんだよ。うん、で、何どうした誰って言ったら、あ、後ろに、後ろの方にいるもんですけどって。どうしたって。何人かもうやられちゃってるんですかねって言うわけ。うん、え、何うちらの方がって言ったら、ええー。なんでよって言ったら、ずっと後ろの方にマーカーがついてますって言うわけ。赤いマーカーがついてますって言うわけ。いや、だってうちらの方のチームのマーカーの色は黄色だから、うん、赤のマーカーがこっちにいるとおかしくねって。え、回り込まれちゃったの？いやいや、そんなわけないね。え、どういうことよって言って、俺が恐る恐るこって見たら、木のずーっと奥の方に、確かにその赤っぽいマーカー、だけど、俺たちがつけてたマーカーってのはちっちゃいんだよ。うん、2センチの幅1センチぐらいのマーカーなんだけど、そんなんじゃなくて、なんかもっとでっかい赤っぽいものが、そのずーっと木の間でもって赤いものが右に左にうろ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 してるわけ。何ちょっと待てって言ったら、みんながザー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 無線でね、ザーザーしだして、何ですっていう、ちょっとお前ちょっと後ろ見てみ、真後ろって言ったら、何やれって言い出したわけだよ。わ、ちょっとダメだ、ちょっとさ、一回、あ、ちょっと休憩、ちょっと、タイムって俺、声を上げて、うん、で、タイムって言ったら、相手側の方から、なんかありましたって、悪い、ちょっと一回、タイムね、一回ストップねって言って、うん、ちょっと一回、林道の方出て、で道の方出てって言って、みんなザーザーザーって、なんだよ、どうしたの、何があったのって出てくるじゃない。うん、ね。ただ、その時に、俺たちの、その、一番最初に、俺に、こう、後ろの方から、なんか、後ろの方に、やられちゃったやついるんですかねって無線入れてきたやつっていうのが、実は俺ん家の近くに住んでたやつだったんだよな。うん。で、そいつがこう、出てきたさ。はい。で、さっき無線くれたのってそうだよって、そうなんです。そうなんですけど、うん。なんかすごい様子がおかしいんだよ。で、俺、どうしたら大丈夫って。え、なんか酒とか飲んじゃってんじゃないよねって。いやいや、そんなことしてないです。まいったなってわけ。もうみんな他の連中もさ、相手の側もシーンとしちゃって、なんだ、何どうしたのってこう見てるわけだよ。まいったなって言ったらさ、ペタンとそこへこうしゃがみ込んじゃったわけよ。ごめんね、みんなごめんね。どう、調子悪いのか、抜けるか一回って言ったら、いやー、そういうことじゃないんだよね。なんで俺ここに、ダメだよ。こんなとこにいたって、拉致開かねえや。なんで俺こんなとこに来ちゃったんだろう。なんでなんだろう。なんで俺こんなとこにいるんだろう。なんで俺こんな一人ぶっちなんだろうって言い出したわけ。なんだおいって言って。そしたら、なんかその中に一人、なんかちょっと坊さんの修行かなんかしたっていうな、神社じゃなかったら多分坊さんの修行したとかっていうのが一人いて、ちょっとみんな、ちょっと聞きましょう。ちょっと話聞きましょうって言って、そうしたらその彼がこうしゃがんだまんま枝かなんかでさ、漫画じゃないけどさ、地面をさ、じじじじじことしながらさ、参ったよ、こんなところに来たって何にも変わんねえ。よくなると思ったんだ。楽になると思ったんだ、俺。楽になんかならねえ。何にも変わらねえ。大好き。お父さんはこんなところに一人で。って言って、自分の家族の名前呼び出したっけ。大好きに会いたいよ。って言うんだよ。これなんか入っちゃったな。って言って、で、大丈夫かって言って、そのまま、坊さんとしとくわ。ね。その坊さんが、大丈夫か、しっかりせって言って、これお前の体じゃないぞって、で、パン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 って背中叩いたんだよな。そしたら、ふっってなって、あれ、休憩ですか、
え、上がる、いや終わりですか、もっとなったわけ。うわー、なんかそしたらみんななんかなんだよおいって、はあ、あなんだここで死んだやつが来ちゃったのかよとか、うん、なんかみしょ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 するやつらで、なんか俺もこっち涙出てきちゃって、うん、俺ねこの話するたんび涙が出ちゃうんだよな、こうやってな、うん、うん、もうねもう完全に何も記憶がなかった、ないのないのないの、うん、もうでもダメだ、もうやめような、今日はもう残念だけどやめようって、いやどうちょっと他のフィールド行きましょうよっていうのもいたんだけど、うん、もう今からそこ探すのも大変だから、うんうん、まあ明け方になっちゃうからとりあえずごめんな、またちょっと別のタイミングでやろうやって言って、うん、その日はもうそれやめにしたんだよ、うん、家帰ってきた、はい、でやつを家送り届けて、でしばらくしたことにすればあいつ大丈夫かなって俺思ったわけ、あの後ね、うん、なんかあの後変なことになっちゃってねえだろうなって、ちょっと胸騒ぎがしたんで、はい、行ってみたんですよ、やつんち、うん、あ家近いって言ったんで、ね、うん、ただいやーこの間すいませんすいませんでしたって言うから、いやいやすいませんいいけど、いや元気そうだね大丈夫ねって、あもう全然はい大丈夫は大丈夫なんですけど、まあ、大丈夫じゃないって言えば大丈夫じゃないっていう、なんていうかな、うん、実はですね、まあ、あんなことがあって、まあ、こんな話をするのもなんだか取ってつけたみたいなんですけどね、で実はね俺あのこの間の富士行ったじゃないですかって、あの少し前から、うん、決まってねちょっと変わった俺夢をこう見るようになってたんですよ、うん、夢だけどそれがあの後もやっぱりその夢を見てね、ちょっとねその夢っていうのは行く前よりもすごくこうはっきりとして、これ夢じゃない、これは夢じゃない、現実だ、いや現実じゃないにしてもこれは普通の夢じゃないぞっていうのを、その夢を見ながら俺が感じてるんですよ。あ、ね、夢を見ながら、うん、見ながら感じてるんです、はいはいはい、だからなんだけど俺のところに一人の男がやってきまして、って、うん、待って、それはその夢の中でなって言ったら、そうです夢の中です、うん、やってきたんです、でいやこの間すいませんでしたすいませんでしたって言うんですよ、だから、うん、え何と誰って言ったら、うん、いやあのこの間あそこのあの青木ヶ原で、ああはいはい、あんたかって言ったら、うん、はいって、僕なんですよって、すいませんでした、いやおかげで家に帰ってくることができましたって言うんだってよ、家に帰ってくる、おおおお、どういう意味ですか、いやどういう意味だよって俺思いながら聞いてたの、そしたら、うん、その後ね、実はあの僕の家このすぐ近くなんですって言ったと思ったら、うん、あのこちらですって言って道案内するんだって、その夢の中で、へえ、じゃあお前本当かお前ってね、うんうんうん、言って、そしたらいやいやそれがさ家の近所だし、俺も犬の散歩なんかと思ってその辺を歩くからね、うん、ちゃんとその覚えのある道なんだよって、うん、だから俺その朝になって目が覚めてね、別になんかそのおかしな君の悪い金縛りあったとか、まあ、金縛りにはあったんだよって、うん、あったんだけど、でもそんなその恐ろしい感じじゃなかったもんだから、夢見も決して悪くなかったから、うん、朝俺行ってみたんだよってな、おお行ったんすね、まあ、本当かよってすごいすごいすごい、それでそれでってめっちゃ面白い、うん、言ったらちゃんとその道筋通り、あそうそう、この車が置いてあるんだ、角にこれだこれを曲がるんだって思うとこ曲がったんだって、うん、それ一軒のある家の前について確かこれだったよなと思って、ひょいっとその表札を見たら、うん、男性の名前ね、うん、それからまあいいだろうな、かなこ大輔って書いてあるんだって、ああ言ってたやつや、あここなんだと思ってたら、はい、ガチャッとドアが開いて奥さん出てきたってわけ、うんうん、すごいタイミング、おおと思って、なんかあれすごい挙動不審になっちゃってさって、うんうんうん、でなんかご用ですかって言われたんで、
いや、あ、旦那さんと古い知り合いのもんなんですけどもいらっしゃいますかって言ったら、うん、あ、ごめんなさい、うちの人は2年前に亡くなったんですよって2年前なんや言われたんだよなって。あ、なんか不思議でしょ。だって、っていうことは俺んちの近くでもあるわけだからね。そうですよね。そうそうそう、だから行こうと思えば行けるわけ。行ける行ける行けるね。え、うん、はあ、そうか、うん、なんだかね、すごく何とも言えない気持ちになった。それはたまたまそのうちらと同じ町内会、町内会というかさ、うんうん、同じその町内だった人間だから、うん、たまたま連れてきて連れて帰ってもらいたかったというかね、うんうんうん、そういうことなのかなっていうふうにちょっと思ったけどね。ああ、そっか、ね、うん、狙ってきてるっていうと言葉あれですけど、ピンポイントでね、この人についていけばって思ったかもしれないですね、うんうん。だからもう俺たちはその後はもうサバイバルゲームはそこではやらないっていう、なんでかっていうとそこでそういう前例を作っちゃったからね。あ、そうですね、そう、前例、うん、そこで亡くなった人を連れて帰ってくるっていう、うん、ただね、あの時にやつが、やつが言ったやつがというかね、まあ、その人が亡くなった人が言ったんだろうけど、うん、あの言葉重かったね、うん、重かったよ。そうですね、楽になろうと思って俺はここに来たんだよって。だけど、うん、何にも変わらない、うん、何にも良くなんかならないっていうね、うん、あれは重かったぞ、ね、うん、だからこのチャンネルでね、やっぱり自殺はダメだって、うん、自殺あかんってずっと言ってるじゃないですか、うん、その答えがそこにあるんですよね、うん、きっとね、うん、自殺しようと思ってそのまま行っちゃうと全然思ったのと違ったっていう、うん、これは重いですよ、うん、リクエストもねたくさん今までいただいてたんだけども、そんな話でございました。教訓めいてます ね、うん、これはね。それご飯食べよう食べよう食べよう、ちょっとお腹減った、うん。コンテチャンネル登録お願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。ちょっとファンキーさんの写真ゴーストコンテンツのツイッターに上げていいですか。うん、あ、ちょ、もう一回もう一回もう一回取り憑かれたかね。チャンネル登録お願いします。ゴーストコンテンツ。